覚えてください。人生我慢必要ない、ね、向こうの言葉使い方が荒いとか、こっちの方があまり思わないとか、そういう言葉使い方荒い時に思いっきりに返せばいいの。君ちょっと喋りすぎじゃないくらいで言ってもいいの。メンズなんかいらない、教育のため。だから人間は我慢必要ないんですよ。人生時には自分の行為、自分の善意、向こう伝わらない時にあなたのこの優しさを脅して、時には意地悪やってくる時に、人間の人生成と失敗、成功と失敗薄く見て心納得しなければやちまえ。メンツはなんかいらない、自分のメンツは必要ない、素直に行けばいい。我々の人類は本当にできてない。相手の人間心を大事にしない人がすごく多い。特にいろんな産業をやっている年取った人、欲のために言葉使い方もうすごい乱暴ですよ。だから自分の人生の中に気持ちいい人いっぱい時間付き合えばいい、付き合えばいい。気持ち悪い人がもうすぐ別れてもいい、これは縁ですよ。人間と人間会うことはある程度時間決めてる、全て原因あるから会う。しかしこの時間少し短くすることは権利ある、伸ばすことは可能性ある。会うことは運命決めてるけど、離れることは自由。おはよう健康体操もう今は続けて、 YouTube も含めてもう近くで10年ぐらい近くなってくるから、皆さん先生ことで対して理解は正直言ってまだ理解できてない。だ今度は先生この生命第二循環ごとに、このゲームに対して初めて皆さん理解、先生ことを理解するチャンスを与えてる。先生のことをもし僕のことを理解できなければ、君は体操をやっても意味ない。